泣く人のとこに勾玉があるって言ってたよね。鍵閉まってるとこと、あった。これお疲れ様でした。え、どうしよう。懐中電灯じゃ光が強いか。あ、ダメ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 。すごい繊細、あの子。泣いてる泣いてる。どうした。あの子行きつけのラーメン屋が閉店でもしたのかな。ね、かわいそう。あー、まがたまの前にいるな。これ近づいちゃって大丈夫。あ、大丈夫そうだね。全然大丈夫じゃないじゃん。あー、心臓に悪い。みんなは鼓膜に悪い。はい。ちょっと待って、今。吐きそう。まがたまを一つ使って操作。これですかね。嘘。最初からやりたくないもんね。でもまがたま0個になっちゃうよ。0個になっちゃった。なるほど。アイテムは持ったまま、また、スタート地に戻れるんですね。いやー、やられちゃいましたね。いっぱい徘徊者いんな。4体。ですね。困りますよ、そんな。ラーメン屋閉店して八つ当たりなんて。なんで泣いてんだろうね、あの子は。理由わからんけど。いやー、明るい。よし。あー、近い近い近い。チカリヌス。いるな、もう、目の前。後ろ？こっちだな。上って可能性あんのかな？これ2階とかあるんですかね？また来てない？来てないか。これじゃあコンパス見ながら、こうライト照らせるってことか。うん、いいですね。あ、これ使ってみようか。ここじゃないんだ。あ、使った使った。これどこの鍵でもいいのかな。鍵って閉まってるとこだったら。はい。おっと、来た。ラッキー。こいつは運がいいぜ。うん、いっ、何この子、痛い、やめて。気持ち悪い。ここ赤い中電灯。あ、来ちゃった。左にいるな。まずいぞ。これ今出ない方がいいよね、絶対。端っこ端っこ端っこ、ここの隅に。壊す。めっちゃ怖いっすよ。あ、精神安定剤かこれ。いなくなったね。怖え、これ。5体徘徊しているのか。なんであの虫タイプ、虫で能面ついてたよね。何ここの徘徊者たち、みんな能面つけてんの。さっきの泣く人もついてたよね。あ、あそこ氷があるところ。やばい、わかりやすいね、やっぱ置いとくと。こっち行こう。よし、ちょっと先が見えないな。懐中電灯にするか。これ遠くまで見たいときはこうやって懐中電灯を使うのいいかもしれないですね。つけて。ここない。あ、また泣く女の声が。隣にいるでー、これ。あの子がいるとこにもまがたまあったんで、ちょっともう一回チャレンジしましょうか。爆竹あるんで。あ、でもそっちチカチカなってるな。うわ、いっぱいいる。これはまずいのでは。カメラ用意するか。これ来るでしょ、絶対。
あ、見えない見えない見えない。ちょっと待って、マジで見えない。ここどこ？ちょっと怖い、本当。とってもドキドキするね。ちょっとタイミングよく来ないでよ。泣く女の子見つけたんだからさ、ここも閉まってやがる。これさ、ん？あ、これ後ろ見れるんだ、スペースで。あ、ちょっといいこと考えた。え、この中にマガタマあるかな？こう放り投げられるかな、この中に爆竹。どうでしょうか。ただここにマガタマあるって決まったわけじゃないからね。いいや、ちょっとやってみよう。チャレンジチャレンジ。バイ。お、いけた。いっぱい来た、いっぱい来た。ちょ、ここで隠れて。これいけんのか、ちょっとして。全員集合してと。壊した壊した。あ、カメラ間に合わなかった、カメラ。もうマガタマずっとなくなっちゃうよ。前回のさ、カイロのステージあるじゃないですか。あれチュートリアルらしいですね。あの時のコメントいろいろ見たんですけど、あれやっぱこの日暮らしの回路難しいぞみたいな書いてあって、こういうことだったのね。ちょ、もう一回やりますか。これマガタマ個数大丈夫？足りる？どうしよう、4個とかでもう全部あなた失ってますから、これ以上ありませんみたいな言われちゃったら。頑張っていきましょう。でも分かったことは多いね。爆竹で壊してくれたよね、あのドタドタドタってやつ。あいつがやっぱ壊してくれるんだ。すずちゃんは壊してくれないんだろうね。なるほど、これはこれはまた成長しましたよ、私もね。小さな成長ということで、皆さんも温かく見守ってください。うわ、こっから出たいわ、このサシャの板ねえ。サシャサイ、サシャ的な薄さの板、そこぶち割っていこうぜ。ちょっと隠れるとこを確保してからもう一回やってみる。あ、でもここを今壊したんだっけ。いや、ちげえ、また新たな場所かこれ。ちょっと一周してみましょう。あー、こうやって、ん、ここ来たっけ。来てるね。回収ダウンド、懐中電灯取ったけど、これところどころで眩しく感じるね。はい、僕ですね、ちょっと光がね結構眩しく感じやすい人らしくて、なんていうんですかね、なんか外とか真夏の太陽とかね結構きついんですよね。サングラスかけるとすごい楽になるんですよ。いらっしゃいますかね、僕と同じような人。あと、そう、太陽ずっと見るとね、くしゃみ出るの。これね、時々いるんだよ、同じ症状の人。あ、ここか。でもね、あんま目に良くないと思うんで、真似しちゃダメだよ。太陽見てくしゃみ出そうっつって。私知りませんからね。よし。あー、さっきの鍵閉まってたとこはいっか、とりあえず。さっき爆竹使ったとこどこだろう、わかんねえな、もう場所覚えとらん。ちょ、ろうそくつけて。鍵かかってる、結構かかってますね。でも鍵がある。よし、どこ使おうかな。よいしょ、通るかな。どんな子なんだろう。すごかったよね、なんかバタフライみたいな動きしてたよね。水泳選手、陸上での水泳選手、どういうことそれ。陸上でバタフライする子がいるんですかね、このゲーム内には。はい、
見てみたいですね、目の前でどんな面してんのか。やっぱやめとこ、ちょっと怖いわ。なんもないな。じゃあ鍵使ってみましょう。ここですよね。カチャリ。はい。お邪魔し、気持ち悪。一つだけ傾いてるし。なんだ。ああ。高速か。行き止まりだね。懐中電灯とこれのためにここ開けちゃったの、もったいないことしたな。まあいっか。マガタマこれ5個集めんのってなかなかきびない厳しい、きびない。これスラスラできる。みんなかげろう、もうやってる人いっぱいいるでしょ。これ何年か前に出たゲームですよね。ちょっとね、全くわからない道を進むっていうのは好奇心もありますが、こういうところではね、そんな好奇心は伏せたいところですね。また北はなく女、ちょっと試してみるか。コンパスだよねこれ。そっちにいるんですよ。隠れる場所欲しいんで。あっ、忘れてた忘れてた。ではでは、あっちに投げるか。これでいいかな。どいてくれるかな。うん、他の徘徊者も来るかな。これちょっとここで隠れましょうか、氷で。ふう、やっぱ落ち着くね、こういう狭いところって。結構鳴るな、長いこと。鳴りやまねえじゃん、鳴りやんだわ。鳴りやまねえじゃんって言った瞬間、鳴りやんだわ、はい。出ましょう。あ、ダメだ。あ、もう目の前にいいのか、ここに。徘徊者、毎回来るってわけではないんだ。物音で。じゃあ、走ったりしても大丈夫な時は大丈夫ってことかな。はい。これで取れるんじゃない？ちょっと冷静に行きましょうか。あはー、そこで泣いてるの。ラーメン屋閉店しちゃってね、辛そうですね。もうあの子行きつけの、もう大好きなラーメン屋がね、なくなっちゃったんでしょうね。はい。よし、ちょっと見えませんが、これ、あ、これいいね。すごい見やすくなる。はい。あ、ろうそくがある。つけよう。よし。鏡もあるね。取って。よし、出ましょう。そこにもローあるから、せっかくだからつけていくか。ね。スタンプラリーみたいな感じで、ローをつけてます。せっかくだからスタンプ押していこうか、つって。浮いてるね、ちょっとだけ。浮遊術使えるんだ。ちょっとシェアしよう、この部屋。泣く女の子とシェアっていうことで。どこにいるのっつってんだ。なんかさ、マガタマ本当だったらもう3つ見つけてるんだよね。復活で毎回使ってるからさ、一難去ってはまた一難というか、こういう棚とかに入ってるってことないのかな。よーし、じゃあ向こう行っちゃうぞ。ガウ！ここは能面があったところだよね。来てる来てる来てる。右に寄る。ここに隠れるか。やつらが近づくと明かりがチカチカチカリーヌスなんだね。了解。いるぜー、今右に。あ、消えた。目の前通るとろうそく消えるだけか。通り過ぎたらつくのかな、また。なんだお前、何しに来た、観光。あ、着いた着いた。なるほどね。近くなると点滅して消灯するのか、次は。はいはい、わかりましたよ。じゃあ自分で消さなければこのライトというかローは消えないんだ。よかったよかった。新たなとこですねこれ。
間違いなく。広いですね、このマップ。どんくらい広いんだろう。来たぜ、新たな場所。走りたくなるけどね、ちょっと我慢して。はい、こっち向かって、よし、懐中電灯だ。懐中電灯結構あるね。爆竹もあったわ、取って。うん、すごい綺麗だね。鍵あったわ。この辺で閉まってるとこはまだわかんないな。懐中電灯多いな。これ今取っても意味ないよね。取っときましょう。そこに。ここ閉まってそう。鍵。開いてるわ。よし、じゃあ。特にアイテムはない。あ、鍵も通った。よっと。二つ開けられるね。ん？はい。これはなんだ？ちょっとこの緑のやつにしてみるか。スタミナ回復速度が。上がるって書いてありました。うわ、近いけどこっち側だからまあ大丈夫でしょう。曲がったもないかな。情けですね。よし、じゃあ行くか。こっち側見てねえな。おお、いろいろ行ける部屋が。そしてここにも置いとこうか。氷があったんだね。ここは鍵がかかった。あ、曲がった、ま、切ったわ。使いましょう。はい、 OK、 初2個やったー。嬉しい、とても嬉しいで。氷しかないね。よし、じゃあちょっと進みますか。このコンパスの方角行ってみよう。そろそろ取ってこ、もう戻ってこないから、ここはおそらく。行くで、これまっすぐ。こんな近場にマガタマ、いや、もう使って来ちゃってる。あ、めめめ、え、超ギリじゃなかった？大丈夫これ？うわ、怖い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 。大丈夫これ？なさそうだな、マガタマ。ちょっともったいねえことしたな。ん？マガタマや！やったー。一応鏡持っとこう。いや、これでもいいか、カメラ。怖い。ちょっと見てみたいな、このドサドサいう正体。またかよ、この音で来るんじゃね。まずいぞ、絶対来るこの音で。ほら、いっぱい音聞こえるもん。大丈夫大丈夫、いる？また上が崩れてきちゃったよ。大丈夫か。3つ集まったからね。タンスにマガタマあるってこと分かったね。うれしい嬉しい。ねえ、行ってないとこがたくさんあるじゃん。ちょっともう一回やるか。ここに爆竹入れてみます。ここに隠る、いやー氷ねえな。氷ある場所あるか、近くに。いや、めっちゃ楽しい。あった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 。ここに置いておきますか。よし、オッケー、あるんでね。じゃあせっかくなんで入れてみましょう。入ったよね、さっき。来たわ。
どうだどうだどうだ、これ確実に実験の成果出るね。さっきの挽回できたよ。どうなる？すげえ。鈴の女の子。え？あ！待って、走り回るやつだけじゃないんだ、開けるの。鈴の女の子しか来てねえやと思ったんだけど。壊したんじゃないこれ。行った行った。よし、開いてる。楽しいな。楽しいな、こんなってくると。よし。普通にもう、この赤い方に向かってっちゃっていいかもね。来てる来てる。よいしょ。まあ大丈夫でしょう、これで。走ったところに来るのかな。やつらをね、ちょっと惑わして、こっちも攻めていこうか。え、え、音が強くなった。いねえじゃねえかよっつって怒ってんのかな。やつが怒るときは、あの鈴を思いっきり何度も振るみたいな。シャンシャンシャンっつって。そんな感じなんですかね。よーし、行くぞ。さてさて。うん。爆竹がある。他は何もなさそうだね。やっぱりなんか聞こえるなと思ったんだよ。大丈夫か？走り回ってんだよ。怖え。ここは？なんだろう、こっちはいけないよね。物置か。よいしょ。あ、鍵。嬉しいね、鍵。よーし、行くでー。怖い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 、すごい怖いよ、それ。近くで徘徊してんだよな。氷がないと不安だね。これ構えるか。どこにいんの。いた。怖い。あいつも能面つけてた。うわ、近くで攻めに来てんなこれ。あっち行きたいんですよ、僕。行かせてくれないですかね。ちょっと隠れるとき、一応氷はないけど、ここに置いとくか。緊急ですね、あそこは。むやみに走れないから。ここは、まがたもある？ないね。能面しかない。どうだ。鏡はいらない。鍵だ。ラッキー。ただ鍵もこんないらないよね。いや、一応いるか。さあ行きましょう。向こうか。また来るじゃん。隠れられるかな。すげえ曇ってる。まずいな。大丈夫？氷は氷は？ここある？あ、ここねえわ。ちょっと怖いから。あ、来ちゃった来ちゃった。よかったよかったよかった。ここに来て、ちょうどこっちから来てるもんね。こっち行きたいんですよ。え、なになに、なんか喋ってる。うわ、部屋入ってる。
行った？怖いっすねこれ本当に。一応カメラ構えてます。そうね、万が一のためにカメラはねこうやって構えときたいね。ただ暗い時がね困る。こうやって。あ、来てる来てる。危ない危ない危ない。まあでもあの鈴の人は多分何か爆竹とか落としないと部屋に入ってこないよね。ずっと廊下歩いてるイメージね。何この光るメントス、すげえな、芸術的。はい、遊んでおりますが、ほらほらほら、また来ちゃったよ。もうお忙しい人たちですね。彼女たちは。このドタバタすげえ怖い音が。リアルなんですよ。顔なしみたいですね。このゲームやってて何回千と千尋の神隠しの話するんだってね。また初な場所よ。ここで使うか。はい。すごい慎重に行ってます。わあ、ここの引き出しにあってほしいな。まがたまない。あ、蓋開けてなく、バカ。ここもないね。これ大丈夫か、暴れない。ちょっと一応静かにしとくか。うー、ドキドキする。あと一個だもんだって。あった、光ってる。最後の1個やこれ。来た。え、来た来た、ひょっとして。うわ、いっぱいいるいっぱいいる。鈴子ちゃんが2体いる。あ、着いた。これガラガラガラって言ったね。開けてやがるぜあいつ。一応取っとくか。はい、5個、全部集まった。きたー、ゴールに向かいましょう。あ、入れる入れ、来るなよ。また1個減っちゃうから。よし、大丈夫か大丈夫か。 OK。 え、なんか変な音する。何これ、何この音、何何何何この音、すごい怖い。やめてよ、また別の徘徊者がいんの。そういう BGM 大丈夫か。5個集めるとこういう BGM になるの。まあいいや、行くか。あっち行くかね。 OK、 懐中電灯、爆竹。よし、行くぞ。みんな、オラに力を。オラに力をって言った瞬間来たわ。ふざけんな。あー、戻ってきた。くー、みんな来るじゃん。ほんとにもう。どんだけ来るの。いけね、行くにいけね。あー、来てるな。うわ、目の前来る。うわー、ちょっと待って、来んなよ。あ、遠くに行った遠くに行った。よし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 、入れれれれれれ、カタカタ怖えんだよ。行くぞ。大丈夫か。ここ一応つけるか。あ、なんだもうガンス、なんだよその音、ほんとびっくりすんな。やったよさっきこれ。びっくりさせないでほんと。
もうアイテムいらん。行こう行こう。こっちでやってるかわかんないけど、まあでも来てないとこだからね。あれま、これ合ってるか。うっ、ちょっと待って、ふざけんなふざけんな。帰れ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 。頼む頼む頼む。まずいぞこれ。痛いな痛いな。帰れ。お前、あいつ何なんだ本当に。ちょっとここの中に入ろう。走っちゃったからね。蜂びっくりするな。とてもとても。行くぞ。なんかガチャガチャ聞こえる気がするんだよな。あ、向こうにも勾玉がある。黄色？やべやべ。いるいるいる。来た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 。うわ、いる。これカメラ一応構えてます。反射的に撃っちゃった。大丈夫かこれ。明かり消しててよかったね。早く早く帰りたい。お家帰りたいよ。自分の好奇心を呪いたい。こっちだ。さあさあさあ、なんか見えたよ。何あれ、それっぽくない？来たこれ、ひょっとして。え、来てんじゃない？余計なことすんのやめよう。これ来たっしょ多分。これゴールじゃね？これが噂のひな壇？あ、置いた？何それ。あ、また新たなとこ来たよこれ。え、第二ステージ的な。もう心臓破裂しそうになる、このゲームやると毎回。なんだ今の乙女の叫びみたいな、めっちゃ時間かかってんじゃん。すーごい時間かかってないこれ。みんな何分ぐらいでクリアできんの？いやー、すごいドキドキした。でもクリアできてよかった。ちょっとタイトル、酸欠になる。ではでは、かけろ、シャドウコリドー、日暮らしの回路、クリアできましたね。よかった！この1回でクリアできないと思ったわ、正直。死ぬかと思った。ちょっと最後に、このドタバタの正体、確かめようと思います。はい。これ、来るかな？どこにいんだ。さあ来い。正面から来そうだね。あ、来た。何こいつ、怖え。なるほど、あんな面してたんだね。また好評なら次のステージやっていこうかなと思います。